館内やっていきたいと思います。こんな感じで今回は秋大会以降のオーダーを組んできましたので見ていただきたいと思います。1番セカンドチカちゃんでございます。この子に関しては宣言通り1番で使っていきたいと思います。まあ、チャンス B がもったいないなというような気がするんですけども、盗塁 B、ラインドライブ、送球 C、まあセカンドでそのまま頑張ってもらいましょうという感じでございます。で、一応2番がサード、山北でございます。パワーヒ、粘り打ち、カット打ち。まあもう、まさに2番でしょう。で、3番が一応キャッチャーで、太郎でございます。太郎に関してもですね、一応、阿部ヒ、流し打ち持ってて、キャッチャー L、盗塁 A。まあ3番っぽいなという感じですね。で、4番がセンター、和川です。ここに関しては変わりません。このまま頑張ってもらいましょう。で、5番が Go to Hell。Go to Hell、ふさめ、復帰でございます。威圧感を我が家に働かせたいという気持ちが一番でかくて、Go to Hell復活でございます。で、柏倉に関しては一応もう6番で使っていきたいと思います。で、7番がファーストを一応重松、8番がレフトで吹山ですね。これに関してはマシャ、使っていきたいと思います。一応エースが杉内さんにしてありますが、エナスさんがペンチで登場してサクッと切っていくって感じですね。で、柳沢光原に関しては一応入れてるだけ。で、島野、ダイソー。関川ダイソー兼、多分杉松と彼で出ることもあると思う。で、港川ダイダー。亀野、陣の子、ダイダー。店、一応守備固め。亀岡、守備固めみたいな感じでやっていきたいと思います。はい。練習試合はね、あ、高校日本代表ができ近いから全然できないんだって。練習試合やらなきゃって思ったんだけど、やんなくていいらしい。めっちゃ俺やりたかったんだけどさ、なんかちょっと悲しいね。いいや、こんぐらいにしとこう。なんか、あれだ、水はけのいい土とか買っときゃよかったな。ミスったわ。山北くん福岡の安打製造機だって。打率1割なのにね。打率1割で安打製造機よ。1割の安打製造機は聞いたことねえわ。誰が選ばれた？田中太郎、若松さん、長江か。ちょっとイメージと違かったわ。じゃあ、ここですね。使えんのかな練習試合。あ、ダメだわ。練習試合いけないらしいです。じゃあ、ちょっとここ、9月の練習試合とします。ははは、まあ、どうもマイクのチェック中。どうも別日の行き来でございます。やっていきましょう。いやー、たまーにですね、こうやって別日になることがある。ベストの、OK!MVP!OK! 来たー太郎が、先発投手として出場し大会 MVP、 若松さんが大会首打者、長江がベストナイン、素晴らしい。あー素晴らしいかな、素晴らしいかな、猛烈に素晴らしいわ。じゃあこのまま1回戦で戦っていこうか。このまま猛烈に激エブな1回戦で戦っていきたいと思います。まあ今 D か、今 D なら大丈夫でしょ。まあ今は D ならね、もんでねえよと。このままミートパッティング使っちゃおう。いや行きましょう。この代の初戦、どんな世代になるのかすごく楽しみな感じではございますか。まあぶっ放ってほしいよね。我が礼行こうか。正直もう今日一番我が礼ぶっ放ってもらおうかな。どうしよう。待って迷う。こうしようか。これでいい？こうか。こんな感じ。こんな感じで、行こうか。OK! 行きましょう。しゃがし。俺今、また一個持ったんだけどさ、またやらかしやつじゃない？俺、またやらかしやつな気がするんだよね。重松の探訪じゃ覚えさせてない気がする。重松の探訪じゃ覚えさせてないね。やらかしてるね、これは。まあ、いや、ファーストだったらなんとかなるべ。ファーストなら、やろうと思えば、島のあたり出せば。島野もせっかもいるからね。なんとかなる。キャッチャー B。キャッチャー B か。キャッチャー B でも問題ね。行こう。流し打ちに行く相手。なんか、センター返し6よりは、流し打ち6の方が強い気がする。レッツコンヌ。一緒に行こうよ。レッツコンヌ。OK。で、ダメだな。山北が全く打たん。なし、流し打ち7。な、なります。行こう。7見よ。オッケーいた。2打席連覇。2の2。すごっ。めっちゃ飛ばすね。135メートルやって。135は飛ばしすぎじゃない？シグマツ出てるね。ラッキーも。仙台の回想。行こう。福山。チャンスで働いてるからね、今。あら。
杉下もしかして撃てる男？多分偶然だな。能力的には偶なんか足が速い人だったら面白かったね。オッケー。アウトなんだ。よし、チカちゃん鳴らしましょう。1番チカちゃん、1番チカちゃん、オッケー。うまい。ラスがラインドライブ、さすがライドラ。なんかラインドライブって感じの打球だったね。だってラインドライブパワーヒー持ってない人からと強いなっていう感じがする。わがー、全てを我が物にします。我がです。さあホーバー、もうやっぱここで活躍する人がね、やっぱ次第の中心なんよ。簡単に言うとね、重松いいね。重松打ちまくってんだけど、ごめん、ファーストの存在で本当にごめん、悪気はなかった。よっしゃ、ここは早めに下ろそう。重松はどう、誰にしようかな、誰がいいかな。正直別に誰出そうともあんま変わんないんだよね。島の出しとく、せっかく出しとくか。じゃあ福山打ってみようか、試しに打ってみよう。オッケー、うまい。福山いいね。マシャよ、マシャはね、やっぱいいんだよね、結構うまい。お祭り使って杉下も代打港川行きましょう。期待してる男一人目、港川、究極の思考。そしてお任せ6、センター返し6を選ばれるのがここミソ。ここ相手のお任せよ。いった、レッツゴン。あ、センターの子、ありがとう港川、よかったぜ。そして田中太郎じゃないや、河野太郎、また使い忘れたわ、申し訳ねえ。じゃあちょっとこのままもう一試合やっていきましょう。はい、どうもこんにちは、岸川です。このまま続いてやっていきたいと思います。なんもないわ。確かこれあれだよね、赤特系があったりすると消えるやつだよね。すいません、2回戦このまま続けてやっていきたいと思います。別メニュー岸川でございます。やっていきましょう。てな感じで、我が福山茂松、我が国行こうか、我がでいきたいと思います。茂松ファーストやらせる、重松ファーストをやらせるべきかどうか、まあ、ちょっと安牌でいくわ。安牌案件で安牌狙っていくわ。よし、行きましょう。シャガシーじゃない、我が王国入れかなきゃいけないのか。我が行きましょう。シャガシー、ターザン始まりました。2回戦でございます。大牟田東高校対大牟田西高校対高校高校、よかったらチャンネル登録高評価しててください。よろしくお願いします。うちの成形図、成形メンズ、右から右2人と真ん中と一番左、整形しまくってます。そこ戦力 D でございますが、やっていきましょう。いや、勝つしかないから、ハイド使っちまおう。しょっぱながらファイトかまします。戦う君の歌を戦う誰かが笑うだろう。ナイス、2桁、我ががもう2桁だわ、すげえわ。やっぱ地方でね、量産をせんと。そうなんよ、地方で量産しようっていう合言葉があるから、地方で量産しよう。はい、勝負お願いします。地方で量産しよう。 OK、盗塁は地方よ。そうよ、盗塁はマジ地方でこそ量産するべきところよ。練習試合と地方よ、もうそれだけで OK。 杉内さんは打たれた、今日あ打たれてるのか。バントします、うまい、うまい。変に打率を下げずにいける方法の1。魔物あるね、まあ、つかなければまだ使わんけど、行こう。チカちゃんフルスイングセーフティー、フルスイング、あ、これセーフ、あ、惜しい、セーフだと思ったわ。よし、我が続きましょう。我が、当たりはいいんだけどね、当たりはね、わ、よし、打球も使っちゃおう。ハイボールヒット、センター返し、前に返して、吹けば、一応おろしも準優勝。意外と強いね、杉内さん。オッケー、杉内さんね、やっぱこのね、投球フォームやっぱ惚れ惚れするよね。見て、この投げ方よ。ごめん、この投げ方よ。わあ、いいわ、やっぱいいわ、いいね。ちょっと9回だと投げるの楽しみにしてよ。9回ね、オッケー。さすがに山北いける。山北ならアンパンからと思ったわ。柏倉はまだ仕方ないけど、山倉ならって思ってたもん。
まあまあ、島野がたまたまファースト守ってる。本当に、一時だけようと思ったけど逆転された。やばい。強いぞ、相手。相手強いぞ。負けるぞ、これ。頑張らないと。一点、マジで返しに行きましょう。真面目に一点返しに行く。マジでちょっとコールドするぐらいかなと思ったけど、あんま舐めちゃいかんね。杉さん、頑張ろう。押してけ、押してけ。オッケー。基本変化球でいい。基本変化球。かわして、かわして。ナイス。チカちゃんのセカンドは、島野？島野？でもなんかエラー多すぎん？今。エラーにならないエラーとかさ。エラーとか多すぎん？最近。島野、ファースト、そんなに補給低くないぜ。今。一発狙いだな、これは。一発狙い。あ、マジ？マジ？チカちゃんまで回せば点が取れる。そう。チカちゃんまで回せば。チカちゃんまで回せば。チカちゃんまで回してほしい。当たりが強すぎた。ゴートヘル。やばくない？これ。回るか？チカちゃんまで。チカちゃんまで俺回らない気がするんだけど。うちのチーム割と弱い気する？もしかして。さっきの1試合目と全然違うこと言うけど。やばいぞ。とりあえず頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。とりあえずね。とりあえず頑張る。とりあえず頑張る方向性で。頑張れ。あ。やばい。やばいぞ、みんな。みんなやばいよ、本当に。そろそろ本格的にやばい。6、7、8。6、7、8。カシクラからか。相手の振りさんはそんなにいいピッチャー？行きましょう。あら、センター返し、不発。やばいな。どうしよう。点を取りに行かなきゃいけない。ただ、変に代打出すより、福山とかには打たした方がいいと思う。で、福山の次だね。代打出すなら。行こう。福山ならなんとかしてくれる。魔物？まさかの魔物。来たわ、島野。こっからよ。俺たちの戦いはこれからです。オッケー、うまい。ナイス、島野。マジでエラーしたことは許してあげるよ。エラーしたことだけは許してあげる、それで。で、次が、こっからもう、足攻めでいいや。杉さん。お祭り使ってから、誰だ。もう、足速い人で攻めてくれでしょ。石灰を。石灰からもう、精密機械使って上が、撃てるか？撃てるなら撃っていいけど。それ、落ちるんじゃない？ OK！ OK、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 いいよ、いいよ。普通にいいよ。これだと2点。これだと2点。チカちゃん。チカちゃんも守らなるけど、守らそうとこう。セーフティー。うまい、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 OK！ 次も、走る。走る。で、我ががここ打ってくれればマジで OK だわ。我がさすがにセーフティーはね、できないんよ。我がマジで打ってくれ。OK、うまい！我がありがとう。マジ神様。ありがとう、神様。我がマジ神様。で、神様言うとって申し訳ないんだけど、我がおろそうかな。いや、威圧感に立ち向かえる男よ、河野太郎。威圧感に立ち向かおう。オッケー！逆転レースイズゴンだ！素晴らしい。抑えの切り札、エナさんでいきます。もう、これぐらいでいいや。あとは年齢取っとく。怖い。いや、抑えの切り札使うよ。さすがにこれはエナさんに燃えてもらうしかない。まあ、杉内さん一人じゃきついってことね。系統のタイミングはマジ見極めよう。みんな。系統のタイミングマジ天才じゃないってことを忘れずに。そうだよ。忘れてた。天才じゃない。だから別にいつ下ろしてもいい。分かった、学んだ。俺は頑張ろう、日本頑張ろう。俺歓喜で、エナさん切ってくれ、切ってくれ。オッケー、いやー、オッケー、よかったー、よかったー、よかったー、怖かったー。さすがに負けたかと思った。相手鬼強かったね。杉井さん一発つくか、危ねえ。これでついたら泣いてたわ。
よかったわ。なんとかなった。じゃあみんな、また次回の動画でお会いいたしましょう。次回はちょっと番外編ですね。またね。